もしもヒロアカにギャルがいたら、うちの同じなのやりだけいいんじゃん。あれって体育祭で個性悪いから性感罪の案件以来止まんないらしいよ。爆発の燃料焦って。ワンチャン夏場届きの炎かしただけであのやりだけ爆死すんじゃねえの。うちのあの昼飯毎日カツ丼キャラ、早急にやめさせてもらっていいでしょうか。ここだけの話、オールなんとかより、ロサンゼルスでビーガン決め込んでるローラ先輩の方尊敬してるんですよね。カツ丼とかほんと豚虐殺の象徴。自殺した豚で作ったカツ丼だったら食ってやってもいいけど、まあ、ビーガンでこういうことだっけ。うちと同じなの森蔵とキッコロの擬人化いいんじゃん。あいつ実はオールマイトとパパカスの関係らしいよ。森の化身が中3でティンダやってんじゃねえよってね。うちの爆発って汗が燃料だからさ、正直夏場トドロキとすれ違うだけで爆する狂気に西野こなしてんだよね。ここだけの話ね。脇汗の処理命がけですねってやかましいわ。皆さんもうつうつ気づいてるかもしれませんが、ね、炎も氷も出せることからチート個性なんて僕ほざいてますけどもさ、正直炎と氷ってなんか相殺の関係にありますから、2つ持ってるからそこまで威力の向上につながらない疑惑みたいな感じ。わかりますその気持ち。俺ねやっぱあれ CG だから、あの技の科学的根拠は正直意味プーさん負けピグレット。でもこの炎氷で繰り返すことによって代謝が上がって足のむくみ解消につながります。アンミカでした。もしも呪術回戦にギャルがいたらね、イタトリさんちのユージくんいいんじゃん。マンチ消えた制服改造してるやつ、そこに便乗してうちこの前制服にマイマルつけてたら、秒で釘崎姉さんのわら人形の代わり剤だからね。ね、何の恨みがあって思ったよね。多分姉さんの地元マリーランド。不思議ってやついいんじゃん。兄の究極進化体ね。あいつね、どこの末役使ってるって言ったら、生まれつきなんだすんみたいな、すーごいマウント焦がれて。うちのパパもハゲチ料理読んでる口のせいでなんかまつげが楽だみたいになってて、おそのじゃんよかったねって言いそうになったよね。てかこの前五条悟にバレンシアガの財布買ってもらったんだけど、正直セリーレが欲しかったんだよねって言ったらワンチャンあると思う。普通に紫ぶん投げられるべ。ツラミンゴ平成ツラミンゴ。あ、事例来た感じ？ファンデの乗り次第では向かいまーす。五条悟を倒すように命じられた事例がギャルだったら、あの平成の潮顔から五条殺すとか命じられたんだけど、ね、マナミなんて今遺言書いてるからね。事例なのに。誰への遺言なんだっつって。何の効力が発生するんでしょうね。やっぱ最近の子は遺言もインスタのストーリーなのね。一日で消えるよ。五条悟のあの AT フィート的なもの、特急も放送の方らしいじゃん。うちらも一応一級の事例までは登り詰めたけどさ、正直それもなんか TikTok で、なんかうちらの心霊スポットがバズって、なんか周りが過剰に怖がり始めたせいで、なんか力得たみたいな感じじゃないですか。なんか TikTok とアメトークの紹介されたから、なんか急にバズり始めた本みたいなね。能力得意なのにバズーだけで天狗になっちゃって、もう YouTuber かよ。ちなみにカヨコの術式何？コンディショナーとリンスの違いを世界一うまく解説？ググれば誰もできそうですね。マナミは？シャワーの水圧調整。割と嬉しい。どうでもいいけど、あんたたち絶対風呂場にまつわる樹齢だべ。石鹸で転んで死んだ感じだべ。うち？なんか目つぶって頭洗ってる時なんか後ろに気配感じる感じや。あれ？うん。あれの正体は私だから。ちなうちも彼氏とのデート前に気合入れて話よくしてたらそのまま寝ちゃって死んだ感じのやるせないギャルの音量です。ね、このシーンで一枚のぶりつぶった私たち。あがめ立てますで、あの塩顔。あ、マナミ遺言書き終わった。じゃあ一応五条悟の風呂場突撃しますか。もう術式って言いにくいんですけど、おっこつゆうたガチ恋ギャルね。おっこつさんちのゆうたくんじゃん。あの子の後ろにまとわれついてあの地雷女、どうしたらうちで半球術師に払えると思う？うん、しかもおっこつにバレずにね。おっこつもあの地雷女が地雷だと気づいてないからさ、払ってるとこバレたら容易にうちでぶち殺されるべ。あの地雷女がストレゼロ飲んでるところをインスタのストーリーで拡散して社会的に摩擦するしかないよね。てかもう死んでんのか。てかあの地雷女のも厄介なのが、あの全員負けとかいう自称サバサバ女ね。サバサバしてて男に依存しないんだよねみたいなこと言ってるけど、ああいうやつにかけて合コンで急の女になるんだよね。私サバサバしてるから終電逃しちゃった。あ、私サバサバしてるから止めても何もしないから大丈夫、止めて。私サバサバしてるからゴム買ってくるの忘れちゃった。天与地獄。やめて。あのおっこつの似合わせを時代女の場合で殺されればいいのに。あと意外なライバルはあの犬巻さんちのトゲチンね。ピクシビからの参戦です。まあ不女子の妄想なんで無視でいいでしょう。うちが呪言使えたら速攻であのリカちゃん一気とさせるか。おつぴよーっつって。もしも呪術回戦にギャルがいたら、この前ぶち殺したジュリエの術式が恋愛体質で彼氏への貢ぎ癖が止まらないんですけど。え、こうくん、光熱費先月分も私が払ったのに競馬行くの？え、勝ってばそのお金でハワイまでぶっ飛べんの？男気がすごい。どこまでもついていくわ。こういう時もあいつはうちのもんだからね。どんなクズだろうが穴埋めてくれんな男だけじゃね。精神の穴も肉体の穴も最悪。うちの術式合コンの男の学歴予想、あのジュリエもあのジュリエもドイツもこいつもニットをこませんで、もう数例時報が止まりませんよ。日大のアメフト部の腕に数例時報の友達かませばニットをこません全員死ぬからね。青学のテニスアーの腕に友達を打てばあの女子アナが全員死にます。なんかマーチはマーチで一括りされたくないっていう精神のせいで内部で潰し合いが起こってるの。てかこの前学館地工場がうちがつけましてるからって定額にしようとしてきて、美容液と根性で伸ばし散らかしたんですけどっつっても、わしの第六感がそれはつけまだと感じ取っているとかまめき散らかして、何あの排便するドライフラワーね。第六感があるっていうのも五感が全て死んだだけじゃないっつってツイートしちゃったよね。大丈夫バレないって。あの棺桶の擬人化 Wi-Fi と PM2.5 この区別もついてないと。もしも鬼滅の刃のギャルがいたら、藤の花の香水で鬼殺せんじゃないかと思って、この前26にもなってウィーゴーで生きてる鬼に対してディオールぶちかましてきたんだけど、普通に効かなかったよね。で次の日あいつに匂い気に入っちゃって、ロフトでそれっぽい香水買ってんのあいつ。マジその調子で無駄に藤の花届けてくんねえかなって感じ。てかギャルとあるものカバンは小さくがモットーじゃん。だからこの前思い切って日輪刀持たずに任務いたら、品津川さんちのサネミちゃんにボコボコされたかんね私。あいつマジで乙女心分かってない。ドンキとロフトをはしごする彼女に対してお前何がしてんのって突っ込んでくるタイプ。てかこの前水の音のサナエがセリーヌのカバン持ってて急にどうしたってパパ活始めたって聞いたんだけど、なんか知らないけど血気術にやられたらしくってね。ハイブラ爆買いしようと爆発って血気術だってね。うちの元彼転売屋だから紹介してあげようかと思って。あ、鬼出た感じ。眉毛の出来次第では向かいます。もしも鬼滅の刃にギャル柱がいたら、ギャルの呼吸1の方裏切りの闘技子。あ、マチコ、これから私里見たちと投稿するから明日から私のこと待たなくていいよ。今までありがとう。ギャルの呼吸2
国の方、激高の生理前、動いてんじゃねえよ、立ってんじゃねえよ、座ってんじゃねえよ、息してんじゃねえよ、ギャルの呼吸3の方、元カレのタトゥー、あ、この S っていうタトゥー、私のまさこって名前のさを取って S、 元カレの名前サトル、うん、サトル、なんか悟った感じなんつって、ギャルの呼吸奥義、すっぴん、おはよう。鬼滅の刃にて、ギャルの呼吸で鬼を狩るギャル大使。え、この前元カレが鬼になって、速攻ヘアアイロンで首挟み落としたよね。ね、男っていつまでも元カレに対して、彼女は今までも何人かいたけど、お前だけは特別だったって言えば、ね、うちでは女がワンチャンと勘違いしてるよね。こちら正面、お前の名字忘れたわって。ね、てか、アツコいいんじゃん。そうそう、40にもなって香水ガンガンで戦えてるアツコね。あの人、香水自立しちゃうから藤の花に変えたおかげで、クラブにいる鬼100匹ぐらい一網打尽でぶち殺したらしく、それで柱前に登り詰めたらしいよ。瞳大丈夫、下がりな。あの鬼確実に12気づきだね。同棲3年目にしてスピンを見せたことがない。あの瞳のアイラインが滲んでる。こうなったらしょうがない。私しか作れないギャルの呼吸第10の方。エアドロで本名確認。あんたドーマとか名乗ってるけど、本名田中構造だって。初代学長みたいな名前してんじゃん。これ晒すよ。面白いかな。もしも無限列車でギャルがいたら、なんか通称無限列車かと思ったら、この列車ちゃんと無限列車って言うのね。小玉光のぞみ無限ってことですよ。ね、命名したやつ大正時代のネオギャルって呼ぶわ。待って、こいつなんかすげえイケボで咳込んでんだけど、どこの出口？てかこの列車に中村っていう社員働いてるらしいんだけど、5回乗車したけど未だに見つかんないよね。どんな潜伏術みたいな。鬼より声は。あ、煉獄の2期チョリース。あ、牛ラブ弁当いるかって、いらないっす。私明日観光であるんだ。何このガキ。私の精神の核に住む元カレのヤリラフィーにボコられたみたいね。あ、タンちゃんおはよう。あんた目覚めるためにわざわざ自分の首切ったって。私のどの元カレよりもヤリラフィーじゃん。待って、陰部だか陰部だか知らないけど、列車と一体化したくさいよ。ワンちゃんこの列車を昼に運転すれば殺せるんちゃいます。あれ上限の3じゃない。破壊札っていうネーミングセンスは正直リツイート3。待って、煉獄の兄や死んだくさいんだけど、タンちゃんめっちゃ泣いてるけど、あんたたち初対面だよね。もしかして私より前にインスタの DM で繋がってた感じ。言ってよ、高3の春休みかお前ら。つゆりかなおのまぶたちギャル、かなおちゃんをつぴよ。見て、ネイル変えたの。てか私こう見えて炎の呼吸の剣士じゃん。だから煉獄の京ちゃん手中に収めようと思ってるんだけど、個人的にライバルはあの恋柱の父爆弾なんだけど、あの二人付き合ってると思う？でも京ちゃんのインスタ見たんだけど、なんか基本はリアトムガン虫で、なんかウォーキングレッドのキャストだけフォローしてる感じなんだけど、父爆弾だけ滅ぼしてんのね。私が思うに恋柱の日輪とムチみたいな感じにしたの。あれは多分京ちゃんの夜の趣味だね。え、京ちゃん死んだくさい。待って、確か京ちゃんって弟いたよね。富岡牛に無事出るギャル、富岡兄さん集合。ね、あんた富岡の富の字がどっちかまどろっこしいって、うちの友達の元子が泣いてんだけど。ね、あの子あんたのリアコ同担狂気名乗って、富の字を間違ってツイートする同担に、で、漢字もわからないのでファンの名乗んなって、無事切れ訂正リップして寝るってだけの生活を送ってんだからね。しまいには公式がなんか漢字どっちでもいいですみたいな声明出して、で、元子立場なくしちゃってツイッターの方消したかんね。謝ってよ。てか、うちあんたの裏垢見つけちゃったんだ。一日中ツイートが現実とキャラ違いすぎて、私の高校時代の演技は哲夫君と同じことしてるよ、あんた。21歳組で晒すよ。うわ、鬼来た。あれやってよ、あれ。なぎだっけ。あれインスタ映えすんのよね。ほらほら、なぎなぎなぎ、第10の方、ああ10の方っつって言ってる。水の呼吸第何とかの方、なぎ、イエーイ。あ、ちょっとブレた。じゃあ何や。鬼滅寺無惨にブチギレるギャル、知ってる？無惨さんもかっこ笑い女装癖あるらしいよ。私の財布から奪った金で競馬行って、合計300万吸った元カレの達也を殺すために北千住4人だったんだけど、私今思うと達也の1人や2人ぐらい自力で殺せるべ。あ、ちゃんと達也を殺したよ。私の劇術シャンプーに除毛剤でね。ね、この技はね、この前まで3弦の2で、2日前に品津川さなみにぶち殺されたゆきぽう先輩から教わった技なんだけど、なマジおすすめ。髪の毛からワンチャン陰謀までいけるからね。てか、ムザン様過去笑い、うちの推しの剣ヌ、そっこでぶち殺したらしいじゃん。ね、教会の彼方の主演だよ。ね、エレメンタルヒーローにぶち殺されるよと思うよね。剣ヌ死ぬときね、ガッチャの一言も言わせてもらえなかったらしいよ。てか、見て、これ。自分の女装に需要を感じてるムザン様、過去繊細。どぎついべ。かまど炭治郎でブチギレるギャル、タンちゃん集合。ね、みんなに言わないであげるから正直言って。正直、匂いで感情わかるってあれ嘘だべ。うち口堅いから大丈夫、安心して。ん、裏垢の数72個。インスタは12個。この前エレベーターで一緒になったババアの香水臭くて頭痛したんだけどみたいな需要もないツイートしてさ、鼻いやピかましてましたけど、匂いでさ、もしかして怒ってます？あれはさすがに嘘だべ、大丈夫。言わないであげる。裏垢は72個。ね、この前かなこ先輩も言ってたよ。あ、そうそう、愛犬にタヌキって名前つけて私個性的アピールかましてる、新手の動物虐待もんだね。で、その先輩が言ってたんだけど、あんたその市松柄の羽織、商標とたらしいじゃん。随分自我がお強いことで、みたいな。ね、坂道系のバラエティにクソみたいな編集入れて、無断転載する自我強めな坂道だから。どうせ香水シャネルかロフトにありがちなこれに変えた私のこと陰で笑ってんでしょ。経済なんか知らっつって、しばき回すよ。てかさ、前から言いたかったんだけどさ、あんたのさ、隙の糸ってあれ。何？匂いで鬼とかさ、罠に気づくってのは100分ずっと許す。あった、隙の糸とか言ってるけどさ、隙の糸、隙の糸、隙の糸。なんなんそれ。無限城での最終決戦でまあまあ活躍するギャル、ちょっと前逸大丈夫そう。死にかけてるっぽいからちょっといいこと教えてあげる。逃げるは恥だが約満つる。あ、タンちゃん暇でん付き合ってよ。いや、あ、今上下の3人半殺しにされてる感じ。じゃあいけそうだね。いいこと教えてあげる。みなこいいんじゃん。あいつ左肩で元カレの名前にタトゥー入れてるから、スキピかぶった時にそれ言えば余裕。しのぶちゃんお疲れ。あ、なんか今上下の2とラップバトル中。ちょっとしのぶちゃん借りるね、上下の2。ちょっと聞いてよ、2日前に別れた元カレのサトシが。そう、別れたショックで私2日前の中国会議飛んだじゃん。それくらい私辛かったんで、もうサトシは新しくなんか彼女できたらしいの。ポケモンゲットラジャー的なテンション感で。
私もあんたにとってのポケモンの一匹だったわけっていう感じじゃないね。ピカチュウポジだったらよかったけど絶対リザードンポジだべ。一回ポイした挙句に都合いい時だけ呼び出されるんだよ。てか待って、あれ無残じゃない。柱たち一回みんな突っ込んで、私前もって太陽の写真撮ってきたんだ。これで無残も一コロ。あ、聞いてない臭いから私帰るね。明日早朝からみちょぱ先輩とピラティス行く予定あるんだ。ご分を。もしも中合会議にギャルがいたら。うぶちゃんごめんね、ネイル出て遅れた。ねえさねみちゃん、そんなにらまないでよ。眉間のシワは消えないってアンミカが言ってた。言ってないかもしんない。待って、うぶちゃんも切れてる感じ。ギャルの遅刻とエヴァの延期は一緒。女の涙は小便と一緒。肝に銘じな。ギャルの息子だったら分かってるでしょ。ねえ、そんなキラキラネームつける親がギャルじゃないとは言わせない。え、つうことでなるはやで終わらせようぜ。この後、あやと新大久保行く予定あるんだ。議題は鬼の討伐数と無残の居所。うちさっきネイルサロン行く前の原宿のラフォーデに、なんか鬼500匹ぐらいいて、ギャルの呼吸1572の方。崖っぷちのタピオカ店。で、全員港の死にして、その後チーズドッグ食って帰ってきたから、鬼の血なのかケチャップなのか分かんない始末。そろそろ姫島にいやの記憶抜くんじゃない私。ツナ情報ラフォーデにいた鬼、女装趣味のある、無残の服選んでたっぽいから。だからうちの予想だと今無残は新宿2丁目にいる。はい、じゃあ今日は終了ね。あやと寒気降ってくれば絶対ストーリー見てね。もしも最終選別のギャルがいたら、キャンメイク、イニスクリーン、素顔、ユアグラム、どいつもこいつもプチプラメイクの鬼しかいないじゃん。ランコムライン使いに加えてシャネルの4番振り前で来て、私が一人バカみたいじゃない。あそこで小安さんっぽい鬼と戦ってるメンズいいじゃん。あの子も京都土産でもらって3番目ぐらいには困る。狐のお面とかつけてるし、絶対生き残った後集合写真撮ろうぜっていうノリになっても、あの子だけはここで消しとこう。痛い。ちょっとそこの寝得意高いからってアマプラだけをしてるような。ユーネクストの喜びを知らない子に集合。ユーネクストにはオレイヤがある。好きやり。待って、この下のスニーカー超イケてんですけど。ちょっとどこのスニーカーを履きなさいよ。ミューミュー、ミューミューでしょ。はい、終わり。疲れた。19歳ギャルママのソウルプレイス、業務用スーパーの隠れたおすすめ商品、5種類の春雨スープ。やっぱ男と春雨はバリエーションが命だよね。やっぱり早稲田のやりちんの次は東大の童貞行くじゃん。白菜キムチ。さ、キムチで一番の醍醐味ってやっぱり白菜じゃないですか。その白菜の量が半端ではない上に、辛いかと思ってビビチ散らかしてたらそんなに辛くないみたいなね。まるで元彼の和樹とのあの夜。カレーペーストね、中学の時の元彼がカレー食いながらインドの心感じるぜみたいなことばめき出して、日本のカレーってイギリス発祥なんだよねみたいな感じで快楽現象を起こしたんだけど。あとうちなんか一人暮らしを始めて5年間電子レンジを買わない英雄としてフェイトステナイトで紹介されたんだけど、一回会場のあの肉塊とか冷凍食品みたいなやつで正直眼中いないのね。そんな僕でもこれだけは買う。このサーモン腹すきり落としでマグロ叩きです。まあ臭くないかと言われたらまあまあ臭みはあるんですけどもね。でもそこの臭みになんか大量のわさびとネギを入れてさ焼酎で飲んでくっておっさん、なんかマグロ食ってんのかわさび食ってんのかわかんねえぐらいが一番つまみとしてちょろよくない。ちょっとギャルやめるね。俺だけホーグ電子レンジ。あれは一人暮らし5年目の電子レンジを買わなかった7をみたいな、すごいつまんないね。すいません。チーズケーキバー。チーズケーキにバニラとかあとチョコレートとかいいみたいな感じでコーティングが出てね。これ絶対買った方がいい。なんか業務スーパー冷蔵庫でも特大すぎてさ、なんかブタブタ魚、人間マグロみたいな感じさ、それになんか埋もれがちなんだけど、おすすめ隠れ商品でございます。もしも広がり不女子ギャルがいたら、不女子や不女子、個性不女子、男同士のカップリングに興奮し、ことごとくクラスメイトに嫌われるが、それすらもステータスでかっこいいと勘違いしたまま卒業できる個性、爆豪派閥に足止めなを入れる石に文句を言い、そのリップが晒され炎上した過去があるぞ。切り枠王道ではあるもののピクシブで検索すると、R18 系がまあまあえぐめな性描写あって背後注意。爆豪の趣味である父さん、クラスメイトで付き合ったことがあるのは霧島だけみたいな妄想で白目時間7杯いきますわ。デバク伊豆爆なんて読むのこれ。切り爆の積んでるとは違って若干起死回生もの、即落ちにこま的な SM 的な見方もできる点が挙げられる。そして緑屋の闇落ち、ヤンデレセットの奥深さが味わえます。届きと爆豪の前後の解釈違いでね、何人の絵師が傷ついたと思ってんのあんたたちね。爆豪受けを描いてる絵師に対してね、届き受けが見たいみたいな DM を送ることは決してしないようにね。ね、爆豪派閥は最高なんだけどね、それに対抗するように作られたあの路地裏組のタグはなんで見劣りするんでしょうね。飯田ってのがミソよね。あの初期のクレジット的には序列は届きより上だったのにね。劇場版第2弾のエンディングのクレジットでは届きより後ろに降格してたしね。劇場版第3弾では満を持してモブだからね。これはメガネ属性はマニアックなのでコンタクトにしてみては。もしもギャルが半霊半年の個性を持っていたら、ちょっとトモコいい加減私の右肩でマシュマロ焼くのやめてもらっていい。朝食のサバ火加減間違えてキス済みにしたのはまだ怒ってんの。うちの右肩グリルじゃねえんだわ。なんでサバの冷凍から解凍塩焼きまで私がやなくちゃいけないわけ。まあ確かに移動手段に凍り出してスケートするね、届き書買ってるからって待ってしまったけど、まあ普通に迷惑だもんね。劇場版で届き待ち中レーザーバンバンかましてたけど、あれ交通規制かかるし、ね、普通に死にんでるか。花枝付きの配信でリアタイしたくて満を持してコーディ移動したら、うちの担任が滑り散らかして右腕アーメンしちゃって、そのせいでまさか焼きマシュマロを焼く機会になるとは思いませんでしたわ。右半身火使うから乾燥しまくってて、マジ自律しちゃってのボディクリームが手放せないし、左半身冷え性なせいで便秘気味で私いつか出てないからね。前世何した私、殺人鬼。イフリートと芝の個性合わせ持って最強じゃんとかよく言われるけど、実際はこれよ。乾燥肌に便秘つかめ、亡霊連覇のやり方とか正直意味プーさん負けピクレットだし、トドロキショートさんよ、あれ本当に科学的根拠あるんでしょうね。イレーザーヘッドにガチ恋ギャル、相沢先生ってブランディング的に友達やマイクしかいない上に休日は猫と遊んでますみたいな感じで文集法交わしてますけど、でも実際女いるべね。休日の猫って女の言いだと思ってるからね私。猫ってね、イメージ戦略してないけど多分あの人猫アレルギーだと思う。真相っていうガチの猫好き現れてくる、内心当ててると思うよね。くしゃみ止まらない。前うちがつけまつけて投稿したらイレーザー一瞬で気づいたからね。ね、細かい変化に気づくとか絶対うちに気あるじゃんあの人。わかる。高速違反なんか知らないけど秒でまつげごとちぎられたけど下げ棒見てね。これイレーザーの寝袋のやつは知事で盗んできた。次は寝袋ごと行くわ。もしもヒロアカに個性ギャルがいたら、うちカップル二人を見てそいつが内心どう思ってるか当てるって個性持ってるんだけど、あのベンチで手繋いでるヘドが出そうなカップルいいじゃん。あのせいの今後占うね。男の方は女が今夜やらせてくれるかばっか考えてんだ、ね、あれや。キモいね。それに比べて女は歯のホワイトニングしたから気づいてくれるかそわそわしてるね。キ
モいね。まあ、歯白くした手前までは歯黄ばんでましたよねって言わせてるようなもんだよ。言われて嬉しいか。もう男の方は飽きて、家帰って荒野行動したがっちゃってるわ。うわ、大変。それに対して女の方は、こんな無言な時間を二人で過ごせることに愛しさを感じ、結婚を決意しちゃったよ。完全に気持ちにズレが生じてるね。無言な時間って。男は頭の中の声で戦争してるからね、言っておけろ。ヒロアカ要素どこ？もしもヒロアカにギャルがいたら。あ、お茶子？もしかしてアイラインデビュー果たした？いけてんじゃん。例えるなら往年の工藤静香。娘は声優体になること間違いなし。誰との娘？そう。緑谷ちょっと来て。見て、お茶子アイライン引いたっぽいよ。どう思うのよ。お茶子、令和後でいいよ。ヤオモモ？なんかうちが使ってたマスカラ廃盤になったくさくて。さあ、厳密な展開でヴィラン5、6人ぐらい殺めそうだから。あのデジャビューのゼロリマンブリブリできない？あ、ちょっとカッサン？令和なのにまだニベのハンドクリーム使ってんの？あれ、国民のハンドクリームずらして、杉薬局とか並んでるけど、意外と合わない人多いから。あんた色もしないし、バッカーで皮膚酷使してんだから、意外と顔用の綺麗の乳液とか、ハンドクリーム代わりに使ったらいい感じだよ。あ、トドロキさん。うちこの前あんたに年賀状に告るっていう血迷いを起こしたじゃん。だから今私言うね。体育祭で服燃えて反乱になりかけても、コンプラを守るために下半身だけは持たなかったあなたの騎士道精神に惚れました。付き合ってください。どこに行って？データピクシブで定番の天然ボケね。もうそれ100本見たわ。もう冷めたから次のイケメン行くわ。手始めにマスター組織行く。ダンベルをソロで匂わせして、キーバック会話を敵に回すのもね、女子アナみたいで面白そうだし。あ、お茶子どうだった？ヘキサゴンに出てた人みたいって言われたの。緑谷らしいね。ちなみに私はパンダかと思った。イカゲームですぐ死ぬギャル。だるまさんが転んだ。待って、そこのあんた、インナーから超まぶいんですけど、美容院とか、カルメ焼き。よし、できた。見て、マイメロ。インスタ用に黒みも作るから、ちょっと待って。暗闇でのなんと。ちょっと待って、今、カラコン洗浄中。いるよね。泊まりの時、友達で先風呂入り出して、自分だけフルメイクの状態でインスタの写真撮るやつ。もしも同じことしたら、私のカラコンが火を吹くからね。ビー玉のやつ。ピエンとか言ってらんないよりさ、ここまで来たら、うちでギャルとも超えて幹部超えてあれじゃん。あれ、うん。あれ、潔くインスタのフォロワーが多い順が、ビー玉全部持っていこう。私、900人。あんた、20万人？元 AV 女優で今 YouTuber やって、待って、それ聞いてない。反則じゃん。ガラスのやつ。ちょっと、後ろ詰まってるんですけど、立ちっぱ、だしむくむかな。男は度胸、女は愛嬌、ギャルは包丁。常識でしょ？体感でも始めようかな、つって。待って、ガラスの下にカメラあるんですけど、下アングルだけはやめて。もうイカゲームに関してはルールがわかりません。もしもイカゲームにギャルがいたら、絶対大金を手にして、目頭切開するんだから、ちょっとそこのヤイラフィー黙いな。このゲームはリズムが命。だるまの兄やんが転び散らかし、今よ走って、クリスマスコフレセンスの伊勢丹を思い出しなさい。今よみんな、私が強力なアイプチノリでこいつのまぶたをひっつけたから。令和ピンセットで十分よ。そろそろ脇毛が発芽しそうだから。あ、みのり生き残ったんだ。ウェイね、正面今んとこ余裕じゃない。だるまさんが転んだとか VIO 脱毛耐えたうちたには余裕だべ。あ、てかうち盗み聞いちゃったんだけど、次の競技5分メイクチャレンジらしいから絶対女と組みな。じゃあね。嘘だけど。ねえ、あんたたち、顔隠してアンパイ気取ってるかもしれませんけどね。私の目からしたら、骨ストランドバレてるからね。マスクつけてるからってファンで塗らなくていい。その油断が合コンで命取りだから。横でこっそりファンでこしらえてる。お仲間が、汚いあんたの集合写真を男の前で晒し始めるからね。見て、この前のイカゲームの時の写真。あ、ごめん、この時マミコすっぴんだったね。私はウォータープルーフだったからさ、つって。最後まで生き残ったギャルでーす、どうも。何度説明されましても、わかんねえんだわ。うん、イカゲームのルールが、ギャルの偏差値を舐めるんじゃないよ。アイラインを3ミリずらしたら終わりって話と一緒。あ、違う。はい。あ、了解。ね、面白いかな、これ。イカゲームで姑息に生き延びるギャル。ねえ、一緒に喋りながら行こう、さとみ。あのだるまのファッション的に、下地も許してくれない全時代的な高校で絶望した、女子生徒たちのゴンゲっていう設定だと思う。はい。すいません。こいつケープしてないんで今前髪動きました。殺してください。みんな、綱引きの縄にこの糊つけて、先代のイカゲームを生き延びた、かのマータスさんのまぶたを二重にした、伝説の糊を、絶対に取れないから。じゃあ、マチ君一緒にガラスジャンプしよう。どっちかが落ちても、どっちかが生き延びるの。うちだ、インスタの裏側でもした友の親友じゃん。生き残ったら彼氏の愚痴、した友のストーリーで言い合おうね。せーの。あ、そっち不正解ね。よかった。下友だけで死んだと思わないで。ビー玉であんた幹部殺したの？大丈夫。私も兄に顔が似てる気がしないでもない人はやめたから。まあ兄いないけど。うち見ちゃったんだけど、あんたの親友、トイレでスタッフに体打ってたよ。だからきっと内通者だと思う。そいつを処したあんたはこのイカゲームに追えても神。イカゲームの神。略してゲソ神。もう生き延びたということでいいのでしょうか？はい、生き延びました。もしもイカゲームの主催者がギャルだったら。はい、今から皆さんには殺し合いをしてもらいます。最初のゲームではまずだるまさんが転んだ。途中で水が噴射されますが、その際、アイプチが破壊たやつも速攻で射殺します。ウォータープルーフの準備を。次は3分間メイクです。眉毛は前髪かけてるからオッケー。そんな甘い考えは今すぐ捨てなさい。あんた眉毛ピンとしてる？絶対スタッフに彼氏の内通者いるでしょ。イカゲームにラブソースイートが流れることは一切ありません。次はいかに早くモデルプレスに紹介されるかの競争です。すでに出てんの、エミ。あ、でもあんたその切り抜き動画が YouTube で信者の盲信だっつって低評価多いね。デブキャラは個性的なようで渡辺直美超える勢いが必要よ。等身大のデブは信者しか褒めてくれない。私は好きだけど、むやみな露出は信者たちの前だけにして。待って、この発言あんまり YouTube 的に良くないかもしれない。カットしてください、ナノ君。次の競技はルックブックです。下着姿でサムネズレしといて、服は全部ウィーゴーにユニクロ、たまに GU。
よく生き残りました。最後の二人にはイカゲームをやってもらいます。でもイカゲームのルール私正直把握できてないので、インスタのフォロワー数で競ってもらいます。まさこが500で、みちこが52万。あ、でもみちこは美容院のことをわざわざメンテナンスとか言ってストーリーに上げてるからいけすかない。ということで優勝はまさこ、さらばみちこ。イカゲームのだるまさんが転んだり粘るやる。セーフセーフセーフ。今動いたのつけばだから、私の一部ではない。今こいつ動きました。カラコンのズレを気にしてました。うわ、怪力だ、最悪。あ、ワンデーのカラコン半年使うあんたが悪いんだからね。下玉注射打ってまで保ってる私の美白がね、ウユクリームズレとは物が違うんだからね。あ、ねえ、あそこのズーシー使ってそうな JK 集団、お互いで支え合ってます。今日じゃないんですか。まあいいや、ちょっと見といて。ちょっとそこの JK 集団、あんたの前に吉沢亮の弟いるよ。シャー、皆殺し。やばい、時間がない。リュウリのドライフラワーのリズムに乗せて前進すんのよ。もう顔も見たくないからつって、あ、待って、あ、死んだくさい。作戦失敗。あのだるま出演経験がない少女っぽいね。しかも経験もないくせにクラスの男よりも下ネタの知識多い私、わらわらわらとか誇らしげにツイートしちゃうタイプの不女子だわ、あの人。うん、覚えていいっす。クディッチに参戦し、まあまあ活躍するギャル。ちょっとマキ見て、敵のビーター、ほうきに前目のシール貼ってる。空中戦で地雷系とかギャグかよ。地雷らしく土に埋まってなつって。ちょっとサトコ、客席にあんたの元からいるよ。今あの前目の女が彼女らしいよ。え、事故のふりしてブラッチャーぶん投げておこうか。ちょっと今チェイスした先輩ギャルサー時代の先輩だからってひよったでしょ。ね、試合中は先輩も後輩も関係なし、本気でぶつかり合うのがうちだギャルの人事。そうビビったニコル先輩が言ってたでしょ。タックルした拍子につけま剥がしていく覚悟で挑みな。え、ちょっと楓集合。え、つけま外れてる。あんたシーカーなんだな、さっさと松江区デビューしなよ。画角が難しいね。うち行ってる店紹介してあげるからさ、行ったらストーリーに私タグ付けしてね。そしたら私次タダになるんだ。ほら二重乗りでも使える強力なつけま取り付けてあげたからさ。はい、ほらこれで化粧崩れ気にせず、あの空飛ぶ金玉ぶんどってきな。もう得て。クリッチの応援に熱が入るギャル。ほらジニー、相手のシーカーアイライン引いてんぞ。クリッチ舐めてるから顔収支にやっちまいな。アバだけでもレラクトでも先打ち泣かせ。ワンちゃんアグアメンティの方が効果あるんじゃねえの。アイライン消えたらあいつマジで姿くらまいすると思う。キャーハリー先輩かっこいい。ストーリー用に写真撮っていいかな。タグ付けしてフォロー返してもらうんだ。まあ、やべ、事故から来ます。オラオラ、ほうき下からぶん殴って金玉潰せ。金のスネチが3つにつってやかましいわ。ギャルっていうかおっさん。てか正直私クリッチのルール知らねえんだよな。髪の毛引っ張り合ってどっちが先にキューティクル殺すかっていうスポーツで OK。 ロン先輩ずっとゴール守ってるけど、メインはシーカーだから誰もあいつのこと見てないじゃん。くっそ、あのうちのシーカー前髪気にしてるぜ。今からうちがセクターも放ってあいつのこと丸刈りしてくるわ。ここだけの話、入学早々スネープにガチ恋切り込んでるんだよね。だからデュオグリフィンドールって言った瞬間、あの喋る星燃やそうと思ったよね。経験があるのに反省もなくまたいじめをするんだろうねっていう、なんかそのなんか中学校の縮図みたいな感じのあの性格かわいすぎない。あとアメーでパトローラムが目力なのね。ギャップ萌えつって、え、あいつ自分で自分のこと謎のプレイして言ってんの。それはさすがにアバタケ案件だわ。無理無理無理、やっぱりルーピーに限るわ。既婚か。禁断つってな。組分け帽子を落とすギャル。あんた私がセドリック先輩ガチ恋なの知ってるよね。ハフルパフルしなかったらインセンディオするからね。グリフィンドールの双子から同時に愛される妄想をピクシブに書いていたようだな。あ、お見通し系。確かに双子情報をたぶらかす罪な女になるのはあげみな展開だよ。オーラン高校ホストベ的な。私のために争わないで。あ、だからグリフィンドールも悪くねえな。スリザリンの雪ぽよの射程でもあるようだ。そうなんすよ、そこがミソ、そこが困りどころ。やっぱり男もいいけど、やっぱりギャルサーでパラパラ踊り散らかしてきた私からすると、女友達こそ思考みたいなとこあるよね。雪ぽよ先輩なら忍びの地図の一つや二つ持ってて貸してくれそうだもんね。どうしよう迷う。レイヴンクロー、ふざけんなよ。もしもスリザリンにギャルがいたら、うわスリザリンかね。うちのバイブス的にはグリフィンドールでないことは感じていたけどね、主人公ルートを夢見てたうちからしたらガンナイピーナッツでも、ナンパしてくる男とりもアバタキ打てんのはあげだよね。でも人生的にアズカマンが行き近なのはない。あれドラコマルフォじゃね。ね、正直あいつよりも死の彦パート2でさ、ロエナレイヴンクローの髪飾り探してる時に当然のようにアバタキかましてきたあの右のモブの方が怖いよな。わかるね。アバタキもクルーシアも彼氏がエーペックスやんない限りは使うつもりねえのにさ、問答無用でヒール扱いはさすがに鬱陶しい。ウォータープルーフのアイライン、日中はすぐにじむなって思うくせに夜化粧落とす時にはなかなか落ちねえぜこいつっていう、あれぐらい、あの洗顔中の鬱陶しさぐらいには鬱陶しい。ボルデモートもディメンターもスネープもどこもかしこ奪えねえし、ね、仲間かき集めて全部の寮で新しい伝統をうちらで作んない。トリマ閣僚の象徴は前目のシナモン、肛門、キキララ。スリザリンの入寮の資格はトリマプロデュース48を勝ち抜いてきてからね。卒業式で夢を見ている間歌ってハリーもボルデモートも流せようぜ。8本全部見てくれたかなみんな、ね、いつもこんなクソみたいな動画ありがとうございます。もしも闇の魔術に対して防衛術の先生がギャルだったら、はい授業始めます。インセンディをどういった時に使うか分かる人に、敵を燃やすため、違います、ビューラーを温めてホットビューラーにするために使います。次レダクト、いつ使うか分かりますか。夏希、敵を粉々にするため、物騒ねあんた、違います。正解は隠れて乃木坂のオーディションを受けた女のアイシャドウパレットを粉砕するために使います。次ステープファイ、いつ使いますか。春菜、敵を麻痺させるため、0点。正しくは親知らずを抜きに来てくる全身麻酔にビビりしてかすやつを黙らすために使います。次エクスペリアームズ、いつ使うと。もみ、敵から武器を奪うため、正気かお前。もともと二人のくせにルルーブルの案件を受けてるやつの手からルルーブルを奪うために決まってるでしょ。最後にアバタケは基本歌う方がええべってのがダンブルドアの教えだけど、特例があります。何かわかる。秋ボルデなんとかが来た時、不正解。あいつアバタケ聞かないから、うん、これマジで。正解は女性が生理中にエイペックスをする彼氏、そいつらにはアバタケを打ってもいいことになっています。では本日の授業は以上になります。アズカバーに投獄された先輩ギャル、あ新人さん、お疲れじゃん。何して捕まったの。私はデスイーターの彼氏いんのに、他のマーブイデスイーターと夜のアグアミンって決め込んで、それでメンヘラ決め込んできた彼氏にテンパってアバタケ発射した。アズカバーデスイーターだらけだから私超アウェーなの。あんた彼氏ボルデモート系だってインスタで匂わせしたの。今ここベラトリックス姉さん仕切ってるからあんた死んだじゃん。匂わせじゃないってマジ。う
うーわー、我が君かっこ笑うと制服ディズニーしてんじゃん、よかったじゃん。でもトリマベラトリックス姉さんと目合ったらアバタケじゃ済まないから、トリマ外出てディベンターに彼氏との思い出吸い取ってもらえな。心身喪失のふりしとけば姉さん優しいから、うん、でも闇ツイートだけは厳禁、そういう承認欲求だけは姉さんマジで嫌いって。ガーやばい、ディベンターがいる、やめて。私の不倫の思い出だけはツイートのないで。何が面白い、ハリーポッターと謎のプリンスより分霊箱を問うためのあの謎の毒性っぽい水をなかなか飲み切らないダンブルドアにぶち切れるギャル。アバタケ、アバタケ、ダンブルドアまだ飲み干さないの。私今日ウォータープルーフじゃないから最悪なんだけど。あ、また来た、アバタケ。アグアメンディの準備できてるから早くその毒性っぽい水飲んじゃいない。私が飲めって。私明日観光であるからむくむわけにはいかないの。ほらこれ早く、あんたが飲まないと分霊箱取れないよ。年のせいで飲めないってやかましいわ。早く飲まないとその分霊箱は偽物だっていうネタバレ放つよ。コールいる、コール。ダブちゃん飲んで泣くない、ウォーウォー、ダブちゃんなんで泣く。また作品リスペクトがないって怒られるんだよ、本当にやめよ。ボルデモート教にぶち切れるデスイーターギャル、知ってる。我が君かっこ笑いさ、自分の鎖骨になんか需要感じてるらしいよ。あそこに水溜めてナギに飲ませるところね、ドラコ父が見ちゃったんだって。ヘビに表情筋がないことが唯一の救いだったよね。てか我が君の YouTube チャンネル見た、ニワトコの杖うまく使えないからって。こっちでニワトコの杖の02番ですとか紹介して、己が01番不適合者なことをごまかして、コメント欄も02番のテクスチャーどないとかさ、明らかに気使ってて、逆にあのコメント欄いじってますよねってひろゆきで刺されてたから。てか私この前我が君とディメンター間違えた話する、死ぬルーベ。あれディメンター我が君どっち。もうギャルというよりも北斗の剣なんだよね。ハリーポッターにブチギレるギャル。ハリーさんちのポタミちゃんじゃん。あんたグーグーの検索候補に毒親で出てくるらしいじゃん。そこんとこどう思ってんの。合コンで暴だけ耐えたこと前で自慢してるらしいけどさ、女子軍みんな引いてるからね。てかあんたはこの前生まれつき二重のくせにルデュブルの案件動画撮ってたよね。嫌味。元から二重の人間はどういうつもりで二重アイテムの案件を受けてるわけ。てか待って、これ言わせて待って、これ本当に本当にね、これネタとかじゃなくてこれ本当にね。うん、二重は二重でもちょっと形が違うから微調整が必要なのとか言って。ボコボコにするよ。ネタに戻ります。人への人は羨ましい切れ長でとか言って、私は生まれつく二重だから一重にしたくてもできない。うるせえ。知ってる、お前の嫁知名度なさすぎて妥協案って言われてるよ。これはダメだね、ごめんなさい。死の日をパート2最終決戦に参戦し、まあまあ活躍するギャル。エセンディオ。待って、マナミ、あんた戦争なのにファンデーションウォータープルーフじゃないの。信じらんない。これ私ね、ST ローダーのダブルウェア貸してあげる。これだったらこの戦争の後ナイトプリーでも大丈夫だから。ほらあのシンデレトロールの後ろでめかし込んできた。セクトルセプラ。やだガナコ、あんたこんな最終決戦なのに前髪インセンディオしてんじゃん。これ私の洗い流さないトリートメント貸してあげるからさ。そんな好きな男いないからって前髪もどうでもいいって。きっとこの戦争が終わったらきっとあんた好きな人できるって。ごめん、死亡フラグ言ったわ。待って、あれボルデさんちのモート君じゃない。待って、ハグリッド、あれハリー抱えてない。待って、あれハリー死んでない。待って、私死に化粧用のファンで持ってこなくっちゃん。マシュマロフィニッシュパウダーでいいかな。セブルス・スネープにブチギレるギャル。ねえちょっとスネープ集合。あんたさ、いつまでリリーポッターのこと引きずってんの。あいつはもう死んでんのよ。気合い入れるためにディメンターに顔すすってもらいな。アイプス剥がれる代わりにパリピの思い出全部吸ってもらえるから。ほら来た来た来た、ディメンターのおっさん。うわっそ、またそうやってリリーと同じ目ジカエクスペクトパトロナムして、同じ鹿同士で匂わせしてるつもりかもしれませんけどね。目ジカ同士だからあんまり匂わせになってないよ、あんた言っとくけど。ほら貸して。リリーのインスタのフォロー私が外してあげるからね。死人の鍵屋がフォローしたら外せない気持ちはギャルさん出身の私もわかるけども、それはもう誰もフォロー承認されないアカウントのフォロワーである自分に酔ってるだけだってさ、みちょぱ先輩がポップティー卒業するときに教えてくれたじゃん。痛い。何よ、何もセクターも打たなくたっていいじゃない。そうやっていつまで私の気持ちに気づかないつもり。ボルデモート今日自分のことイエベとか言ってるけど無理ありすぎだよね。あれがイエベだったらもうブルベとかマイメロかシロアリしかいねえよな。あ、ブルベ今日、間違えた、ボルデモート今日来たよ。今日ウィンストンじゃない方のハリーと最終決戦があるからとか言ってなんかデパコス買ってこうって命令されてんの。ブルベモート今日、間違えました、ボルデモート今日、今日こちら買ってきました、シュウエムラのファンデーションです。こちらあのブルベの方の肌に合ってるという感じで噂で。自分イエベなんですけど。そうですね、ただおそらくブルベ寄りのイエベだと思われますので、多分こちらが合うのではないかと。最終決戦後のハリーに書き寄るギャル。ハリーおつぴよ。なんかあそこでなんかボルトなんとかすごい紙くずみたいなんだけど、あれあんた何の呪文かましてきたの。なんかすげえ無言でレーザーぶっ放してたけど、炎症破棄っつってブリーチかよ。 あれエクスペリアームズだったんだ。まあ確かにアバタケに対してエクスペリアームズは映えないもん。うん、そりゃ無言貫くわ。ちょっと待って、これニワトコの杖じゃない、ストーリー載せていい。てか鳥羽カラオケ行かない、こういう締めっぽい日は砂まさき一択。オリバンダーの孫娘です。なんかじいちゃんはボルデなんとかに脅されてるらしくって、なんか今そうつき込んでるから代わりに私が杖見てあげる。ドラゴンの金星にトッピングにチョコソースとチョコチップを追加。頑固、非常に頑固。ここから分かることは、あんたベジータよりもピッコロ派ですよ。次、これはニワトコの爪の贋作と見せかけて意外とキャンメイクのハイライトがまぶされていて、プチプラな感じが親近感あってチャンネル登録せざるを得ない。あんたタピオカ屋さんでタピオカ抜くけ頼む自分のことが個性的だと思ってるでしょ。ストーリー出せよってスクショ撮られてるから気をつけな。次、これもまたドラゴンの金銭てか金銭ってなんだ。まあ、この杖から分かることは、あんたイエベなのにブルベって言ってるね。あれボルデなんとかじゃね、じいちゃん死んだじゃん。杖の代用これアスパラガスでやっていこうと思ったんだけど、これなんかグリーンバックで抜ける疑惑があるんだよ。後輩に各教師の対策を伝授する先輩ギャル。マクゴナガル。あいつ両ごとによってひいきしない心情を抱えてるのか知らないけどね、なんか誰にでも普通に厳しいザ普通の教師っていう感じだからね。無難にね。で、面倒なのはああいう教師に限ってなんか卒業後思い出が美化されちゃって効果なかったりするんですよね。厳しかったけど今思うと粋だったよねみたいな、やかましいわ。ハグリッド。あいつ動物のうんこ触れますって言っとけば絵くれるよ。あ、指揮してる小さい先生ね。あいつ名前なんて言うんだっけ。闇の松
に対するボーイズの先生はね、取り巻く癖強いから媚び打っときな。でもあいつらね、任期1年ぐらいで大体死んでいくから、深入りは禁物。ね、媚び打った時間返せって思うからね。うん、塩梅大事。組分け防止にブチギレるギャル、グリフィンドー。わ、きっ反強制主人公ルートじゃねえかよ。ボルデなんとかと戦わせられんじゃん。死んだ。戦わなかったらピーターペティ級コースでしょ。それだけは避けたいからトリマーバタケ使う許可をください。ハッフルパフ。うーわ。好きな量どこって聞かれてさ、自分の個性出すためにグリフィンドーでもスリザリンでもなくハッフルパフって答える人間が俺一番嫌だったのにさ。ねえ、でもセドリックとニュートっていうあのイケメンがいるからまあ許そう。なんかシンボルアナグマってなんだよマジで。バイネーは。プーさんから着想得た。ハリーポッターとプーさんどっちが先？スリザリン。よっしゃ、アバタケ打ち放題や。レイヴェンクロー。くっそ、モブじゃねえかよ。